スパイテール食いましたよ。スパイテールでこんな感じで釣れたんですが、丸飲みですね。ちょっと今10ポンドラインにベイトフィネスみたいな感じで軽かったのやつで釣れたんですけども、結構40アップぐらいのバスの姿も見えるんで、竿を少し固めに変えました。ただ軽いのも遠くに飛べるような仕掛けで、おー、やったかー、スパイテール失敗。やっぱまんまシルエットがもうここら辺の餌のサイズって感じで、うまいこと目の前に運べれば競い合ってバイトしてくれちゃいますね。バスの尾っぽが見えるってことは、この下にで蝶々ちょい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 、あ、いるいるいる、食ったけど食ったけど食ったけど張りかからず、スパイテールすげえ当たりですね。スイッチが入ってない時間はなんか完全に見切るんだな。スパイテールなのかな。
襲いかかりましたぜ。おほほほ、引く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 、うーい、よいしょ。おー、元気なバス君。おー、いいとこかかってんね。はい、はいよー、スパイテールで2匹目。あー、綺麗な上流バス、いいとこかかってるねこれ。あー、ちょっと金色かかってるバスですね。こんな感じで釣れましたけども、じゃあまだまだですね、これから夕まとめ始まったばっかりなんで、このスパイテールボコボコに釣ってみたいと思います。